1903年朝廷前のアラスカバンハンドルにおける国境線の主張。青線はアメリカ合衆国の主張。赤線はカナダとイギリスの主張。黄線が現在の国境。アラスカ国境問題は19世紀から20世紀初頭にかけてのアメリカ合衆国とカナダの間の境界論争である。地方レベルでは合衆国はアラスカであり、カナダ側は ブリティッシュコロンビア州とユーコンジュン州との間の論争だった。この問題は1903年に朝廷で解決された。論争は合衆国による1867年のアラスカ購入の時から引き継いでおり、さらに遡れば1821年以来ロシアとイギリスの間で続いていたものだった。1825年、ロシアとイギリスはそれぞれ領有する植民地の境界を 定義する条約に調印した。この条約の一部を下記に挙げる。前述の境界は、ポートランド海峡と呼ばれる海峡に沿って、北に伸ばし、北緯56度線と交わるところまでとする。その地点からの境界は、海岸に平行する山脈の頂点をたどり成形141度線と交わる点までとする。この、海岸に平行する山脈というかなり曖昧な、 文章についてはさらに次の定義があった。山脈の頂点が太陽から十海洋リーグ以上の距離となる場合は、海岸線の区局に平行な線でその境界を修正し、海岸から十海洋リーグを超えないようにする。条約のこの部分は実際には正確な境界線を引くというよりも、将来この地域に境界を確立させるための基本原則について同意したものだった。 アメリカ合衆国が1867年にアラスカを購入し、ブリティッシュコロンビア州が1871年にカナダに加入した後で、カナダが測量を要求したが、合衆国は費用がかかると言って拒否した。境界線の地域は大変遠く、人口もまばらだったので、当時は経済的あるいは戦略的な興味がなかった。1898年、連邦政府は、 妥協案に同意したが、ブリティッシュコロンビア州政府が拒否した。アメリカ合衆国大統領、ウィリアム・マッキンリーはヘインズ近くの港を高級的に釈用する提案をしたが、カナダがその妥協案を拒否した。この頃にクロンダイクゴールドラッシュのために、地域全体の人口が猛烈に増えて、3万人に達したが、ほとんどはアメリカ人だった。この地域の重要性が増し、 正確な境界を設定することが望まれるようになった。カナダ市民は土地の領有権主張を行うことの抑止力として合衆国に苦しめられていたという主張がある。最終的に1903年、ヘイ・ハーバート条約で6人のメンバー、3人がアメリカ人、2人がカナダ人で1人がイギリス人の混合採決機関に決定を委ねた。 この問題の主要な法的事項は、境界の元になるものとして、海岸山脈のどの定義を選ぶか、すなわち、十海洋リーグは、フィヨルドの先端から測るのか、あるいはフィヨルドの入り口を横切る、基本線から測るのかということだった。投票は、数回同数となり、クリスマスシーズンが近づいてきて、イギリスの調停委員アルバーストーン死爵、リチャード・ウェブスターがこの基本問題で、 アメリカの側に賛成した。ただし、最終的に合意された、境界線はアメリカの主張する最大線からはかなり小さくなるものに落ち着いた。アラスカパンハンドル地域は、ブリティッシュコロンビア州本土と完全に飛び地にはならなかった。カナダの大議員がアルバーストーン教に本土をされたことになったので、抗議の意味で、カナダの判事は1903年10月20日に、 発行された裁定書に署名を拒否し、激しい繁栄感情がカナダで起こった。その結果は植民地支配から分離しようというカナダ民族主義の高まりとなった。この決定にいらだったカナダ首相ウィルフリド・ローリー卿は、カナダに条約を作る権限がないことがその国際的な権利を維持することを難しくしていると主張したが、すぐに行動は取らず、状況は変わらなかった。 カナダがベルサイユ条約の独立した署名国となり、さらに後にウィリアム・ライアン・マッケンジー・キング首相が1921年に外交政策について独立した態度を取るようになって、事態が変化した。論争のすぐ後の時代、カナダ人の怒りは徐々に静まっていったが、調停書によって喚起された合衆国に対する不信は1911年の 相互選出における自由貿易の拒否につながった。それでもアラスカ問題の決着は合衆国とイギリスの間の相互理解を進め、カナダにとっては第一次世界大戦での利点として働いた。イギリスはベネズエラの境界問題で合衆国と取引していたので合衆国を怒らせたくなかったためにアメリカの側について終わらせ、クロンダイクゴールドラッシュはカナダ政府にとって 利益のないものになった。ありがとうございます。